ましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。進捗、まあ、でも去年の経験があるので、割とこうスムーズ。あーでも今年やっぱステージで、去年踏まえてより良くできたらとは思ってます。来たらそれはそれでめっちゃいいと思うんで、僕は、はい、その辺も込みで頑張ります。なんか特殊な人だなぁと、なんかそういう星の下に生まれた人なんだなと、なりたくてもなれないっていうか、いい意味で普通じゃないんです。まあだからできんだろうなと思うんですけどね。なんか野望がでかいですね。なんかそれやろうとするんだみたいな、結構キョロッとやってみようっていうのは自分にできないんで、普通の人じゃない。空間とキッチンカーエリアと、あとは DX のマーケットブースのレイアウトとかもろもろです。うん、多分みんな去年初めてだったので、そのエキスポ自体がこう手探りでやってたのが、今年はちょっと容量が分かってるので、より心に余裕がある中でいいものがみんなで生み出せると思ってます。大丈夫です。僕はもうやりたいことをやらせていただいているので、それを全力でやるだけです。なんかこう自分の掲げた目標に対して、もう突き進む、でもその掲げた目標をなんていうんですかね、もう絶対曲げないというか、なんかちょっとつぼしみたいな感じのイメージ。でも絶対に有言実行する男みたいな。なんか私、亡くなられたタイトラの松原さんにちょっとすごいなんかこうシンパシー感じるなみたいなイメージありますけど、その結果を決めて努力で帳尻みたいなことをおっしゃられたんで、和田さんもそのソウルを受け継いでるような僕の中でのイメージですね。僕前回の会議参加できてないんで、今回の会議からなんですけど、例年と比べて、なんかみんなが大変やと思う部分なんで、カバーできたらいいかなっていう。余裕ある人間一人二人おった方がいいでしょ。あ、そうですね。僕はできるだけユニークに行きたいんで、 あの人って周りの人間を動かすのうまいと思う。なんかやっといてとかじゃなくて、畑さんが動いてるのを見て周りがそれをカバーするっていう部分では長けてる社長だと思うんで、抜けてるとこマジで抜けてるんですけど、その抜けてる部分が大きなミスになってないのが今まですごいなぐらいなので、そういう部分でゲームできたらいいと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。俺は運営本部に座ってる人ですね。はい、いやでも今年は座ってる人、去年は走ります。あれですよ、去年やってるんで、そのベースはあんま変わらないから、そのゼロからスタートじゃないだけ気持ちのある楽さはあるっすよね。あと場所が分かってるとか、ここに何があるかとかある程度覚えてたんで、やっぱ行ったらその分は進んでる感覚になるっすね、去年に比べると。まあイメージは来やすいんで、やっぱやりやすいっすね、2回目は。まだ全然ですよ。全然本当にやりだしたなぐらいですね。まあここからちょっと形が見えてくる、この1ヶ月ぐらいで見えてくるじゃないですかね、ちょっと協力してくれる、なんか何ですか、人が増えたりとか、まあなんか外からどんどん人が入ってきて、みんなでいろいろ作ってる感じはなんか面白いなぁっていうの、達成感とか充実感っていうのはあるなぁとは思ってます。フリーダムは割となんかそういうたくさんの人が集まって今できる集大成みたいなところもあるので、まあ一旦なんかね、この3ヶ月ですかで、どういう今年のラットクリエーションのフリーダムがどういうものになるか見えるかなみたいな感じですね。楽しみだな。去年やってくれた人たちはもうね、こう今まで経験があるから、
だいぶスムーズに進んでるかなとは思うんですけどね。頼もしい、うん、現状 10、20% ぐらいですかね。うん、うん、3ヶ月、3ヶ月、はい。第1弾アディスは12組あの解禁されたんで、あの、まあ、去年出てくれたバンドも5つ初登場も5つ若くて これから先が楽しみなアーティスト12組発表しました。チケットもね、チケット選考もあの始まりましたので、まあ、今回新しい試みとして FC 選考っていうものをやらせていただきまして、あのうちのね会社のポータルサイト的なのを作りまして、ラットクラブという、でそこから、応募ができるっていうところで最速選考始まってますんで、ぜひあのご参加いただければと思います。でボランティアスタッフも募集を開始したので、なんかこうイベント関わってみたいなとか、なんかこう将来イベントやってみたいなとか、そういう方々がいましたらぜひぜひあのお力を貸していただきたいなと思ってます。まあ、フリーダムね、あの今年も頑張っていきますんで、皆さん何卒お力添えのほどよろしくお願いします。